戦に向けてこの2週間しっかり準備をやってこの試合に臨めると。相馬のチャレンジ、クロスが上がる、ワシントン、相馬が森に対してマッチアップ仕掛けていきました。いや苦しい体勢ですがいいボール上げましたね。いやそうですね、先ほどもそのいわゆるアーリークロスをいいボール入れたんですけどもね。永井雄一郎キープ、平川が出てきた、入れた、ワシントン、ただ今は永井、平川両選手で完全に作りましたね。平川がマルコンをかわしたことでワシントンが完全にフリーになりました。佐原も箕輪も半端なポジションを強いられました。永井両選手エリアの中だ、ポンテふわっと浮かして、ポンテかワシントンか、ワシントンコースを上げた、逆のベクトルを